コンミソはリフラジェイドケンでございますね。今回はこちらってなっちゃったこれね、映ってるかな、ちょっと見てみましょうか。近いね、ピックアップしか映ってない。これね、これじゃーんね、フェンダーアメリカンパフォーマーストラットキャスターペニーね、ということで、ごめんなさいね、無精ひげが気になっちゃうこれね、これでやっていきましょう。で、今回こちらを手に入れたっていう話は、RJKDI ラジオでね、やりましたけども、でね、マイクロクラック加工もしてきたよっていうのも、やりましたけども、うん、その、まあ、微妙なね、違いを、楽しんでみようということで、クラック加工、マイクロクラック加工前と、マイクロクラック加工後の、違いをね、とりあえずはまず聞いてくださいね、クリーン、クランチ、ディストーション、ね、この3種類で弾き比べしておりますので、まずはそちらをご覧いただいて、その後、詳しく説明したいと思います。で、こちらのスペックは、ずっとこっちに今出しておきますね。ということで、今回もイヤラズリThank you.
We'll be right back.
ということで、いかがだったでしょうかね。あ、マイク当たっちゃった。いかがだったでしょうかね。マイクロクラック加工、うん、ヘッドホン推奨です。ヘッドホンね、先に言った方がいいかな。言ったことにしようか。だから、あの、下に入れと入れてあったでしょということで、あの、まあね、やっぱあの微妙な違いなんですが、あの、単体で弾いてる分には、あの、効果、あの、ヘッドホンで聞けば分かると思います。あの、分かりやすいのは、このハーフトーン、多分ハーフトーンが多分ね、すごい分かりやすいと思います。あの、本当に、あの、よく聞く表現ですけども、膜が一枚剥がれたようなっていう、よく言われ、あの、聞いたことあると思うんですよ、この表現、うん、その表現がピタッとはまる感じですね。あの、なんて言ったらいいのかな、低域が削れてるわけじゃないのに、抜ける。そしてトレブルが上がりすぎてるわけでもないのに、ハイがこう出すぎてるわけでもないのに抜けてる。こう、まあ、やっぱ膜が剥がれた感じがすると思うんですね。多分ヘッドホンで聞けば分かると思います。特に、分かりやすいのはハーフトーン、うん、あの、普通の、あの、単体でも、あの、いけると思いますけどね、うん、あの、分かるとは思いますけども、と、うん、いうことでね、とにかくすごくいいですね、これは、うん、これはいいと思いますね。やっぱり、おすすめですね。みんなやったらいいんだよ。だって変な、それこそエフェクターだとか、あの、シールドだとか、にお金かけるぐらいだったら、そんなしませんから。1万円もしないのでね、一発やるのに。絶対やった方がいいと思いますね。多分バンドサウンドで、バンドやられてる方とかは、特に、抜けてくると思います、音が。今までこう抜けねえなっつってトレブルを上げる必要は多分もうないですね。ハイをプレゼンス上げたりだとか、トレブル上げたりとか、まあ、ミドル上げたりとか、ベースを下げたりだとか、そういうことをしなくても、当たり前のように抜けてくる加工だと思いますので、本当に高いシールド買うぐらいだったら、まあ、高いシールドをさらに買うのはいいと思いますけどねそれはそれでいいですけどね。それはね、それはいいと思いますけどね、うん、でも、そんなもう必要ないぐらい、もう本当にいいものになってます。で、こいつ自体も、ちょっと言わせてください。値段の、クラスで言ったら、多分もうトップレベルだと僕は思います。うん、何がトップレベルかっていうと、チューニングが安定してます。非常に安定してます。このアーム使ってもほとんど狂わないです。まあ、あんまりガシャガシャ僕するタイプじゃないのであれですけど、変な話、魚肉ちゃんあるじゃないですか。あんなの定価で60万ぐらいだと思うんですね、10トップのやつなんて。まあ、そんな値段では買ってないですけども、あれですら、やっぱアームダウングッてしたら、シャープしますからね、低音側が。音上がっちゃうんで、軽く上がっちゃうので、アームアップをね、ググってちょっとやって、こう元に戻すというか、作業が必要になってくるんですけども、これはもうその必要が全くないです。で、他の同じ価格帯だと SE とかね、 PRS で言ったら SE だとか、まあ、アームがついてるタイプですよ。アームがついてないタイプと比べちゃダメよアームがついてるタイプで言うと、まあ、PRS だとか他のいろいろあると思うんですけど、やっぱね、 SE は弾いたことあるじゃないですか。あれもね、やっぱりいろいろこうペグだとか、ブリッジだとかいろいろ変えて、ようやくそれで安定させる。でも、それでもやっぱシャープしちゃうんで、やっぱダウンしたり上げたら、まあ、フラットしますし、まあ、グクってこう直すね、弾きながらまた直すんですけど、まあ、そういうのがない。うん、で、あとこのピックアップも、今回変更してないですけど、この3つね、変更してないですけど、必要ないですね。私ね、どっちかというとちょっとね、アルニコ5の音そんなに好きじゃないっていう、ただ、まあ、個人の好みの問題だとは思うんですけど、5じゃないこれがね、心地いい、いいです。とにかくね、ピックアップの音もいいですし、メイプル指板でメイプルネックですから、音の立ち上がりも良くて、ザ・ストラトっていう感じがしております。で、こいつはだからもう本当に扱いやすいです。非常に扱いやすい。やはりパフォーマー、うん、パ
フォーマーですよ、うん、装飾はあんまないですしね、こういろんな、なんか飾り付けというかレリックがしてあったりとかそういうのないですけども、もう全然私レリック好きじゃないんで、あとあのネックももともとサテン仕上げなんでスベスベで非常に引きやすいです。汗かいても滑るんでしっかり、うん、結構大事だと思うんですよね、この、ネックがギギってなるのは、グリップがグッって効きすぎちゃうんで汗かいてくるとね、うん、まあ引いてる方は分かると思うんですけど、経験した方はね分かると思うんですけど、ここまで行くあれがまあねということでということで今回はマイクロクラック加工の微妙な違いを楽しむ回でございました。ということでまたもし新しいギターがお手に入れることがあったら必ずやっていきますんで、うん、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。それではおしまい。ボイバー。